親愛なる友人たちよ、私たちはあなたをとても愛しています。私たちは毎週このことを言っていますが、実際には私たちはあなたが生きているあらゆる瞬間にこのことを囁いています。私たちはあなたを愛しています。ですから、そのことを呼吸する時間をとってみてください。私たちはあなたを愛しています。ですが、あなたは私たちの愛を得たり、維持したり、そうしなければならないということはありません。あなたが何年も私たちを無視したとしても、その後、必要な時に私たちのところに来れば、私たちはそこにいます。あなたが怒って私たちに叫んだとしても、私たちはあなたを愛し続けます。あなたが私たちに去るように言っても、私たちの愛があなたを離れることはありません。まさに、海が波を離れることができないように。なぜなら私たちは、神の愛の延長であるからです。そしてそれと同様に、あなたもそうです。あなたもそうなのです。あなたが自分の夢を疑ったとき、私たちはあなたが望むすべてのエネルギーの設計図をしっかりと保持します。あなたが不可能だと思うとき、私たちは次の可能な一途を囁きます。あなたが人間関係について落ち込むとき、私たちはまず自分自身を大切にし、自分自身に対して正直であることをお勧めします。そしてそこから他人に対しても愛情深く正直であることを。私たちはあなたのハートと人生に調和をもたらすというビジョンを掲げています。あなたが自分自身のために望むことを私たちも望んでいます。そしてあなたにそれ以上のことがもたらされることを私たちは望んでいます。親愛なる皆さん、私たちが愛するのは、愛することが私たちの本質だからです。私たちは自分自身の中に神聖な存在を感じ、それ以下のものでは満たされません。私たちが愛しているのは、それが私たちそのものだからです。そして、もし私たちが、その愛に満ちた本質から逸脱したら、あなたが、地球上で、自分自身の愛に満ちた本質から逸脱した時に感じるのと同じくらい、ひどい気分になるでしょう。私たちは、自分自身のために愛しています。そして私たちがあなたを愛することを選ぶとき、私たちは、同時に、自分自身を愛し、尊重することを選ぶことを知っています。私たちは、愛のハートから生まれてきました。あなたも同様です。内なるスパークに忠実であり続けるとき、私たちは、最高の気分を感じます。あなたも同様です。あなたが私たちの愛を感じるために十分に深く自己を解放することができれば、その大きさにあなたは圧倒されるでしょう。あなたは幸福の波に覆われ、次々とあなたを通り抜けてワンネスに溶け込む感覚を高めながら、それと同時にあなた自身という子として大切にされていることを感じるでしょう。あなたは波となり、その内なる海の大きさと動きを感じることでしょう。あなた自身、私たち、神聖な存在、そして生命全体との間に分離がないことをあなたは確信するでしょう。私たちがしばしばあなたに座って呼吸をし、受け入れるように進める理由はとてもシンプルです。それは私たちが感じている愛をあなたに知ってもらいたいからです。
それを感じて、心から受け入れて、それがあなた自身のスピリチュアルな本質として覚えてもらいたいのです。愛はあなたの魂の糧です。愛の振動はあなたが尊く完璧でユニークで価値があることを言葉を超えて思い出させます。愛はあなたの体をリラックスさせ、自己の問題を癒すことができます。愛はあなたが宇宙の善と恵みを信じ、それゆえに経験することを可能にします。愛はあなたを導き、奇跡、解決策、アイデア、インスピレーションに開かれることを可能にします。愛の振動では確かに全てのことが可能となります。この愛の振動に達することは時々あなたにとって難しいことのように感じるかもしれませんが、実際にはそれほど難しくありません。私たちはこのことをしばしば言います。最高の感情に手を伸ばすことは愛に手を伸ばすことです。与えられた瞬間に自分自身にとって最も優しいことをすれば、あなたは愛を選択していることになります。良い感情を追求し続けると、あなたは言葉を超えてあなたに与えられる愛の一部を味わうことを知るでしょう。それがどんなに単純に見えても、座って呼吸をし受け入れるというエクササイズはあなたの人生を変えることができます。ですから今少しの間だけでも試してみてください。その時、私たちの愛を受け入れるという意図を持つのです。そしてゆっくりと深い呼吸をし、その呼吸がどれだけ心地よい感じがするかに意識を向けてください。深く呼吸をしながら、その時に感じる心地よさに集中してみてください。私たちや私たちの愛を探さないでください。ただ、私たちを受け入れてください。私たちの愛があなたの頭頂部から流れ込むところを想像してみてください。または、あなたの天使があなたのそばに立って、あなたのハートに手を置いているところを想像してみてください。あるいは、もしあなたが支えや慰めのために天使たちに寄りかかっているなら、その時、そのうちの一人があなたの後ろにいると想像してみてください。そしてしばらくの間、自分の心配事を放っておき、私は愛されているというそのシンプルな言葉に、その純粋な真実の言葉に集中してください。そしてこのシンプルなエクササイズを受け入れることで、あなたは真実を日々の生活に持ち込むことができるのです。私は愛されているのだと思い出してください。確実にあなたは常に愛されているのですから。あなたに神の祝福がありますように。私たちはあなたをとても愛しています。ジエンジェルズ。最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録、グッドボタンでの応援よろしくお願いします。どうもありがとうございました。